パサついてる表面、ブローで綺麗にしてみませんか？どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。ツヤの出るブローの方法をやってみました。結構前からこう意見もいただいてて、ブローってどうやってやったらいいのっていうことを、言われてたので、今日はちょっとリクエストにお答えしてやろうかなと思うんですけど、最近ちょっとゲットした、グレッツさんの、サーマルブラシ、スタイリングブラシっていうブラシなんですけど、通常ブラシってこう、ブローするときにドライヤーと持って、ドライヤーの風をここの、ブラシのここのなんていうんですかね、この、毛のところに当てて、ブローをしていくんですけど、角度が結構難しかったりとかして、なんかうまいことブローできなかったりとか、結構そういう意見もいただいてたんで、ただ、これは、ここにドライヤーを当てて、ドッキングさせてブローするっていう方法なんですね。なると、この中のちょっと鉄っぽい感じの加工されてるんですけど、そこにこう風が当たると、全体的に温まるので、ブローが髪の毛全体に熱が通るので綺麗にツヤが出るよっていう。なので結構いつもブローで悩んでる方、一回ちょっとこの動画を見て参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はじめに毛束を取ります。表面の部分、まあだいたい奥行き3センチぐらいですかね、を取ってブラシでまず軽くだけ溶かしますね。溶かして根元の方にブラシをかませます。で、この状態でブローしていきます。ブローした後は気持ち毛羽立ちが出てきているので、この上から軽く冷風を当てます。冷風を当てることによって髪の毛が結構こう引き締まるというか、ツヤがしっかりと出るのでブローもキープされやすいですし、毛羽立ちも綺麗に収まります。少し癖が強い方は先ほどと同じぐらい、だいたい3センチぐらい奥行き取っていただいて、ブラシを軽く溶かしますね。で、根元付近にかませて毛束をもう一周だけ絡ませます。この状態、この状態でブローしていきます。ブローしたらすぐに冷風を当てます。これだけで結構ツヤだったりとか、うねりも収まって毛羽立ちもなくなってるかなと思います。で、先ほどこうかましたやつがこう一周回したんですけど、この時に結構こうずらした時にずれるというか、こう滑るような感じの絡まし方というか、かまし方にしてください。結構こうがっつりやりすぎて引っ張ってももう抜けないっていう状態になってしまうと意味がないので、軽くだけかまして、で、そのまま毛先に向かって引っ張ったら滑ってくるぐらいのかませ方にしてください。で、まあ、個人的に、まあ、ブローするときって、結構このブラシの上からこう、ドライを当ててやる方が、まあ、ぶっちゃけた話、綺麗に均等にまとまるんですけど、でも、それだとやっぱ皆さんどこに当てたらいいかっていうのが多分わからないと思うんで、それが、ここにこう、ドライを当てることによって、熱が均等に髪の毛に通るから、やりやすいっていう感じなんですけど、それだけだと、ちょっとだけ表面が、こう、パサッとした髪の毛がまだ出てきたりもしやすい状態になってるので、こう冷風で最後にこう整えてあげるというか、全体的に整えてあげるとツヤっと綺麗にまとまるかなと
思いますので、これから湿気の季節、毛羽立ちだったりとか気になるかなと思いますので、よかったらこの方法で試してみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。